も達成。お疲れ様。はい、プロテイン。ありがとう。彼氏はその手の雑誌や話題に関心のある人の間でそこそこ名が知れている。次の撮影来週だっけ。おお、今回は SNS でも結構話題になってるから下手な筋肉は見せられねえぜ。この間の投稿にもかなりいいねがついてたもんね。私はミルセンだけどコーチのアカウントはしっかりチェック済みだから。こういうのに協力的な彼女ってありがたいな。へいって、またそういうこと反射的に投稿しないでよね。別に隠してないし、みんな俺に彼女いるの知ってっから大丈夫だよ。私が恥ずかしいから。こんな風にプライベートも織り交ぜつつ SNS 活動も積極的に行っていた。そんなある日、なんか今日はタイムラインの流れ早いな。ほんとだ。当時の彼女アカウント作ってたのか。ラブラブな投稿写真たくさんで羨ましい。私のアカウントですらみんななんかざわざわしてるけど、当時の彼女をラブラブ投稿、何これ。騒ぎの発端はとあるアカウントだった。な、どういうこと。当時の彼女って同棲中。私のアカウントじゃないし、誰これ。おい、このアカウントめっちゃ写真投稿してるぞ。これはコウジがこの間の取材で着てたパーカー。これからお洗濯、やっぱりブカブカだよ。ここに写り込んでんのは俺愛用のモンダダスのバッグか。こっちはコウジがファンの人からもらった花束。ありがとうございます。大事にお部屋に飾ってますよ。言っとくけど、俺こんな人全然知らないから。浮気とかじゃないよ。いや、花束は今まさにこの部屋に飾ってあるし、パーカーは前に派手にカッパ出し染みちゃってしてたじゃない。なのに投稿日が最近の日付ってことは、これなりすましってやつなんじゃ。だよな。よかった、空がこういう時冷静で。でも参ったな、こういうのどう対応したらいいんだろう。事務所のマネージャーさんに相談するしかないんじゃない。やっぱそうだよな。しかし、ああ、こっちでも確認してる。でも現状実害がないし、下手に煽ってエスカレートさせるのもことだからな。とりあえず相手にするな。そのうち飽きるだろ。な、悠長な。しかし事務所の方針なら仕方ない。俺の彼女はあまり SNS をやりませんし、コウジの私生活は公式のアカウントから発信するもののみ楽しんでください。やんわりと否定だけして沈静化を待つことに。だが例のアカウントの行動は沈静化どころかとどまるところを知らない。私たち幸せになります。というのもそろそろ酔い入りかも。やっぱりパパに似たスポーツマンになるかしら。うわー、俺の預かり知らないところで結婚生活がどんどん進行してる。コウジついに結婚おめでとう。方から何も発表ないの。公式が対処しないんだから、やっぱあのアカウント本物の彼女なんじゃん。違う違うんだ。あー、ファンの人たちもものすごく混乱してるよ。さらにはピポン。はいはい、すいません、こちらポストに入りきれなかったので。うわー、何これ、全部工事宛ての手紙や贈り物。ファンからのプレゼントやファンレターは全部事務所経由してるはずなのに。あ、これって差出人はないけど筆跡や形式が全く同じ。もしかして全部同じ送り主じゃないのか。まさか例の、自宅までバレてるの。マネージャー、ここまで実害が出てるんです。何らかの対応してくださいよ。でもな、こういうのは大事にすると今後の仕事にも。もうそんなこと言ってる場合ですか。最近は例のアカウント主が俺の彼女だってもてはやされて、逆に一部のファンはそれに対して嘘だなんだって誹謗中傷の嵐。今度はそれを庇護する人も出たりで、みんな大混乱してるんですよ。コウジの彼女はやっぱりスタイルいいね。コウジの筋肉レース、もっと教えて。いい加減偽物だって気づくと。お前ら、でもこっちから言ったって、この手のやからはアカウント変えて同じことするだけだろうし。かといって警察だとはさ。ならせめてこっちから正式に婚約発表したらどうですか。え、ソラ、あっちが顔出ししてるんだから、公式が顔出して婚約発表すれば、あっちが偽物だってみんなわかるじゃないですか。でもソラはメディアに顔出しとか好きじゃないだろう。こんなことでこれ以上コーチのファンの人たちが揉めるの嫌だもん。でもほのめかす程度なら、まだしも決定的な顔見せられたら、それでファンが減るかも。決定的な顔も何も、今現在コーチの彼女を語ってる人が好き放題やってるじゃないですか。今さらモノホンの彼女が出てきたところで何が違うってんですか。コーチの彼女は私なんです。こうしてマネージャーを解き伏せ、正式に事務所からの婚約発表をすることになった。こんなことになって空にも迷惑かけて本当ごめんな。コーチは何も悪くないよ。偽物のアカウントと煮え切らないマネージャーさんに私も我慢できなかったから、やると決まったら思いっきりいい写真で発表しよう。プラシオで。こういうのに協力的な彼女ありがたいな。いや、空ちゃんの存在がありがたいな。空ちゃん最高だな。ここ最近 SNS を騒がせていたことで、事のあらましがネットニュースにも。婚約しました。当然例のアカウントは大炎上。やっぱ嘘だった。嘘つき詐欺師、逮捕逮捕。事故してた奴ら今どんな気持ち。ブロックすんな、ちゃんと謝罪してる。なんでいきなり婚約発表なのよ。今まで彼女が出てきたことなんてなかったじゃない。あー、もう通知うっさいわね。ってそうよ、どうせ外からは公式も偽物もわかんねえんだから言ったもん勝ちよね。あの結婚発表こそ偽物、あのアカウントは公式の偽物、私が本物。 SNS の公式マーク知らないんですか。バカすぎる、もう諦めろん。はは、公式マーク、何をそれ、知るわけないじゃない。これだからネットオタクとも相手にすんの嫌なのよ。
次から次へと自爆していく偽アカはやがて完全凍結され幕を閉じたかと思われたのだが、 SNS に顔出ししてたせいでまともに外も歩けないじゃない。事務所に行って私に非がないこと正式発表してもらわないと。工事の撮影現場に行けば多分あの人がいるはず。工事さん休憩入ります。お疲れ様工事。ありがとう。あの水色を忘れもしない私の転落人生のおった女、いけしゃあしゃあと撮影現場に来るなんていいご身分じゃないの。いい誰。突然の襲撃者はすぐにその場の警備員やスタッフに取り押さえられた。話しなさいよあの女を。地獄の底に引きずり落としてやるのよ。だ誰だこの人。知らない知らない。地獄の使者からの知り合いなんていませんけど。おいおいなんだこの騒ぎは。クロホ、あなた助けて。まさかの下手人はマネージャーの奥さんだった。どうやら旦那の仕事がきっかけでコーチに興味を持ったらしく。ふん、結構若いし可愛い顔してるじゃない。コーチの奥さん美人。お似合いカップル。やだみんな正直なんだから。 SNS で容赦されるうちに歯止めが効かなくなり。私のおかげでコーチがこんなに話題になったのよ。あなたの仕事に貢献してるんだからあなたも協力してよね。ねえねえ。マネージャーである旦那すら共犯に。じゃあ俺の自宅住所もマネージャーから漏れてたのかよ。いやそのなんで事務所まで来たんだよ。だってあの件を事務所の方で訂正してもらわなきゃ私外で歩けないじゃない。バカかお前は。まったくだ。こちらで訂正することは何もないな。社長。一部始終聞かせてもらったよ。タレントのことはマネージャーに一任していたのが間違いだったか。すまなかった浩二くん。あ、いえ。事務所からの正式な謝罪は改めてさせてもらうが、ひとまずは彼を君のマネージャーから外させるよ。そんな待ってください。この女とは速攻離婚するんで役職外さないでください。お願いします。はぁ、ちょっと何言ってんのよ。うるせえ。お前と友達なんてごめんだ。ふざけんじゃないわよ。勝手なこと許さないわ。離婚なんてしないから。創造神要素でやれ。はい。それじゃあまた改めて。ははい。結局元マネージャーは事務所を解雇。今の奥さんとの離婚協議で口論を続けているらしい。お前のせいで俺は仕事をクビになったんだ。慰謝料よこせ。ふざけんな。あんただって私に協力してたんだから当然よ。工事こと彼氏改め旦那はといえば、 SNS も今じゃ落ち着いて元通りだな。よかったよかった。全然元通りじゃないでしょ。うお、工事がやたら私たちのこと投稿するから今度は愛妻家モデルとして超話題じゃない。最近じゃ私の方にも夫婦円満の秘訣だとか幸せな結婚生活に密着とか取材が来るんだよ。いやまさかそっちの方向で迷惑かけることになるとは。すごいなったら有名人じゃん。さすが。モナリザのたわごと LINE スタンプ第2弾発売中。概要欄のリンクから確認してみてね。